優しく覚えてるね。
那啥，我都说是谁？你那边先回去烧肉，烧肉，赶快去烧一根刀。那边呀，本当人気があったの、みんなから。人気があって、サウル王様は心配になってしまって、なんで心配なの？その自分の王様の、ザ王様の立場をダビデに取られるんじゃないかなっていう立場上、うん、でそうだよ、あんな子供に取られるなって気にそうで、サウルはダビデを追いかけて行こうとしたんですね。で、その時にヨナタンがサウル王様ヨナタンって誰だっけ。ヨナタンってね、メスコームあ、なんだ、大親友。そうね、そこ大親友じゃん。ジーク頼むね。わざと汚くして、なんで多いでしょ。え、息子はガーヨナタンが女の子じゃん。お前の筋肉ヨナタンがダビデダビデ大変だよ知らせてダビデを助けたお話です。ヨナタン工事でしょ。そうだね。で、お父さんがそうしてるっていうことをダビデにちゃんと知らせてダビデを助けてくれたっていうお話でした。で、今日はその続きっていうか続きなんですけども、サウル王様はその後どうしたかっていうと、そのダビデを殺そうとした、追いかけていったんですね。なんでダビデは殺したら自分の王様から逃げる、そういう旅を続けることになりました。で、逃走中が終わったりとかして、で、ダビデが今回イスラエルチームの人も言ってた、ダビデをされる、おいしょ、ねお城ろ、エンゲージ、何のことだか分かる。これは地名のこと、地名スライドにある町っていうか、荒野、荒れた地、荒れた地区。なんかね、今回のスライドチームのブログ見たら、エンゲージの写真が載ってました。エンゲージ、そう、なんか響きがかっこいいよね、元気。すごい荒れた地でした、見たら。そうやったっていうか、砂だっけ、砂漠みたいなの。そうだね、ゴツゴツした感じのところだったんですけども、ダビデはこのエンゲジに逃げてきました。そしたらサウルはそのことを知ってダビデを追いかけていったんですね。それダビデを追いかけて殺しちゃったよ。3000人もの兵隊を連れてダビデを追いかけてったんですね。で、ダビデは食べ物もないよ、自分で死ぬじゃん、そんなことも考えてない。で、ダビデはですね、その時にホラーな、食べ物ないところに誘いじゃんって、ホラーなに隠れてました。ダビデはホラー穴に隠れてたんですけども、ね、雪が降ってるところでさ、雪でさ、出口を隠してさ、やったの。ねえ、どうかな。ホラー穴にダビデは隠れてました。そしたら、サウル王様が、兵隊、サウル王様がトイレに行きたくなったみたいで、そう書いてあるんだけど、トイレ遠かった。で、トイレに行ったところがちょうどダビデが隠れてるとこだったの。うわ、で、普通だったら、この時なんでホラーなんで取りに行くの？変なサウル王様、王様の薬で、サウル王様はそこでトイレに行ったんだけども、ダビデはその時にはサウル王様がいるっていうことを知ったんですね。で、ダビデと一緒にいた部下、一緒にいた部下ってわかるかな？ネズミでした。そうそう、そんな感じその人がダビデに言うんですね。今チャンスです、サウル王様を殺すのは今ですよっていうふうに言いました。そしたらダビデは何て言ったかな。ダビデは殺したの神様は、ダビデはサウル王様っていうのは本当は神様に選ばれた王様だから、サウルを殺すことは神様に罪を犯すことですっていう風に言って、この時ダビデはサウル王様を殺すことはしませんでした。洋服を切った、すごいよ。そう、洋服を切ったんだよね。裸にしたの。
え、だサウル王様はそれを全然気づかなかったそんなに。はい、ダビデがいたっていうこと。なんで？それは神様がね、うん、教えない。で、もう一回この時に、ね、サウル王様がダビデが助けてくれたっていうことを知って、あなたは本当に神様に祝福されているっていうふうに言って、ごめんなさいっていうふうにサウル王様はこの時謝ったんですね。けどしばらくして今度は始めたの自負、これもアラノってなってるけど、多いね。ね、イスラエルにいろんな名前があるんですけど、今度イスラエル行った時がここがこの場所かっていうのが分かるから、みんなこの名前覚えておくといいと思うんだけど、アラノのジフっていうところに今度ダビデがいるっていうことをサウル王様は聞いて、またサウル王様はね謝ったんだけど、また恐れが来ちゃってダビデを殺そうっていうふうに思って追いかけてきました。その時にサウル王様はテントに寝てたんですね、そのジフのアラノに来た時に。でダビデとノブタはサウル王様のところにテントに行ったんですね。それ殺さずにやりかを水差しようとして、みんな知ってるでしょそう、ダビデ、サウル王様に寝てたところにダビデはこっそり入ってきました。その時にダビデはサウルを殺すことはしなかったんですね。でその時にダビデ、サウル王様の枕元にあった水差しと槍を持って、部下が殺したらいいんじゃないっていうふうに言ったんだけど、ダビデは神様が選ばれた王様だから私は神様にこの罪を犯したくないって言って、この槍と水だけをそっと取って逃げたんですね。なんで取ったの？ね、なんでだろうね。殺させないと。サウル王様は、ね、この時全然気づかなかったの。ダビデがいた。それはなんでかっていうと、聖書にちゃんと書いてあるんだけども、神様がこのサウル王様をたちいっぱいいたのね、兵隊さんたちもいっぱいいたんだけど、神様がみんなにダビデを守ってくださって、このサウル王たちを深い眠りに入れたっていうのにちゃんと聖書に書いてあります。なので、そう、神様がこのダビデを守ってくださったっていうことがわかります。でね、この時ダビデは、ね、この裁き、このサウル王様を殺すっていうことをしなかったんですけども、それは必ず神様が私を助けてくださる、神様が私を必ず守ってくださるっていうことを本当に信じていたからなんですね。小さい時と同じだ。でこういうふうにダビデは言うんですね。第1サムエル記の26章24節開ける人は開いて、第1サムエル26章の言いました。
しいの。ピアノって読む。キューパー来たな。この第1サムエル記の26章の24節のこの言葉は、ダビデがサウル王様に、サウル王様からこの水の、この水と水差しと槍をこの持って去った後にサウル王様に言った言葉。ジョンクっていうのは何だっけ。じゃあみんな一緒に読むよ。ジョンクは、ジョンクはいいことをいっぱいして、今日私があなたの命を大切にしたように、主は私の命を大切にして、全ての苦しみから私を救い出してくださいました。ではここにちゃんと書いてあるんだけど、神様は私の命を大切にして、全ての苦しみから私を助けてくださるっていうことをダビデの方に告白して信じていたっていうことが、この聖書のところからわかると思います。なんかね、今日はこのジュンパンさんの、みんな友達とかに嫌なことされたりとか、私の小さい頃友達に、あ、なんでこんなことするんだろうとか、デブコちゃんは倒れた、デブコちゃんは倒れた。神様がその時どうしたらいいかって言ってるかっていうと、仕返し一つなったりする弱い私たちですけども、神様がその時どうしたらいいかって言ってるかっていうと、この医者の目にあったときは私に祈りなさいっていうことを言っている。ジョン君の日っていうのは本当に嫌だなって、悲しいよね、嫌なことされると。ジョン君もいいこと、神様が、神様こんなことされました、助けてくださいっていうに祈るっていうことを神様は導いておられます。あと私今回聖書を読んでいて思ったのが、このダビデがね、サウル王様にこの殺されるっていうのに追いかけられた時に何をしてたかっていうと、詩編に書いてあるんだけど、ジョン君が詩編に書いてあるんだけど、ね、ダビデは神様を褒めたたいていたの。やりたいこんな辛い時だって、辛い時でさえ神様を褒めたたいて、神様を褒めたたいていたっていうのに書いてあります。なので私たちもね、辛い時だけども、神様は必ず助けてくださいますから、いいことに神様が信頼して、神様に持っていくその信仰を神様に教えられますので、みんなも今週1週間神様を賛美して、さらに毎日祈って過ごしていくことを、それではお祈りします。お祈りする天皇と魔性のメッセージと祈りを祈ります。それでは主に祈ります。感謝してそのお名前をお祈りいたします。アーメン。まだまだまだやめなさい。はい、それではハレルヤを賛美しましょう。どこにあるの？ハレルヤ。聖霊の親しき交わりが私たち一同と共に、そして豊かにありますように。アーメン。